森友学園への国有地売却をめぐる事件で大阪地検特捜部は財務省の理財局長だった佐川信久前国税庁長官から国会の証人喚問の後に任意で事情を聞くことを検討していることが分かりましたこの事件は近畿財務局が国有地を8億円値引きして森友学園に売却したことをめぐって財務省の理財局長だった佐川氏が 国会で嘘の答弁をしたとして市民団体が証拠隠滅などの罪で告発し大阪地検特捜部が捜査を進めています。また近畿財務局と森友学園とのやり取りを記した公文書が改ざんされていたことも分かっています。国会では27日に佐川市の証人喚問が行われる予定です。関係者によりますと大阪地検特捜部は国有地の売却価格の設定に不正がなかったかや 公文書の書き換えを指示しなかったかなど、国会の証人喚文のあと、佐川氏から任意で事情を聞くことを検討しているということです。